これでテチの平石？はい、くてまるどうもれいまるです。今回はですね、ザ・欅坂46の2020年のカレンダーが届いたので、それをねチョキチョキ開封していきたいなと思います。それではれいまる、パッパパパッ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 、はい、じゃじゃーん。ということで、私はですね、この壁掛けカレンダーと卓上カレンダーを買いました。2期生のね、自撮りカレンダーと日向坂の3種類のカレンダーちょっと断念したんですけど、この2種類を買いました。ということで、今からねちょっと見ていきたいなと思います。まずは壁掛けの方のカットを見ていきたいなと思います。これは東京ドーム公演を含めた全国ツアーの写真になっております。おー、ツアーのやつね。これやばない？これはポンのユイポンの壁登るやつやろ。いやー、これもんちゃん、これもんちゃん、そうそう、アンビバレントオーリーでやった。はい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 。これスチューデントダンス。これは君がいないかな、多分ね。めっちゃやばいな、このカット。あ、モーモリのウエムーの、あれと、シーちゃんのダンス。で、モーモリへ帰ろうか。やばない？このカット。いや、マジでこの写真集出してほしい。はい。で、ジャンヌダルク衣装ね。これエキセントリック。はいはいはい。これカレンダーとかやばいよな。これでテチの平石？やばいなこれ。で、東京ドームと、はいはいはい、なるほどなるほど。で、ピアノ乗ってるテチね。で、世界と、あー、このもんじゃもんじゃもんじゃ、はいはいはい、これ君がいない真ん中の噴水でやったやつで、風吹かと、アンビバレントですね、これ。で、サイマジョと最後みんな並んでるやつが以上かな。いや、マジやばいな、これ。これはやばいっすね、皆さん。これが毎月カレンダーで見れるってなると、ちょっとテンション上がります。これね、2020年の12月まで毎月楽しみにね、めくっていきたいんですけど、やっぱりもう今知りたいので、ちょっと見ちゃいますね。こっちは武道館公演のカットになります。1月から見ていきましょう。あ、サイマジョね、これ大阪アニラと。はいはいはい、ねるちゃんがおるからね、これね、ねるちゃんがおるんよ。ねるちゃんね、これ1月2月、おお、誰合い、マジか、2月で誰合い来ちゃう。いやー、これね、ユニアの誰合い来ましたね。オールスター感が半端ないよね、この違う衣装着てるの。あ、これ2人生の大阪アニラね。これももんちゃんもんちゃん、美しい。はい、ノーバディと、いいっすね、これやばいな。で、アニラでやったユニットとかの曲ですね。いやー、ねるちゃんおるしな、ねるちゃん。いや、このユイポンのソロの渋谷がもうめちゃくちゃ良かった。2月、あ、2期生ね、自己紹介したところですね、アニラの。はい、てな感じで、はい、7月、はい、風吹かっすね。いや、みんないい表情してるし、もんちゃんね、もんちゃん。8月、おー、2人セゾン。いやー、これみんないい表情してるね。やっぱ二人セゾンね、青春感やばいし、やっぱ皆さんブロディ呼んでください。で、このもんちゃんね、もんちゃんかわいい。で、9月、エキセントリックと。なるほどなるほど。10月、おー、これね、武道館にやった影のしーちゃんとテチのやつ。11月アンビバレント。いや、このアパウっていうところのこのテチのスカートがめっちゃ切れない。で、これもんちゃんね、もんちゃん。なるほど、12月、あー、なるほどね。こんな感じで、はーい、っていう感じのカレンダーでした。はい、てな感じでそれぞれ紹介したんですけど、まあ、壁掛けカレンダーの方広げてみるとこんな感じでですね、もうめちゃくちゃいいんすよね。今レイマルもね、あの壁に掛けてるんですけど、もうこれはまた2020年もね、やばない？これ掛けれるってなったらめちゃくちゃテンション上がるわ。もうやばいわ。うん、もうやばいとしか言いようがありません。いや、もうこれにね、いや、もうやばい。レイマルは早く2月ならへんかなと思います。この誰合いめちゃくちゃいいっすね。はい、ということでカレンダーの紹介以上となります。良いと思った方はね、高評価とかコメントとかよろしくお願いいたします。それではバーイ。